皆さんこんにちは。今回はノクスインテグラル武器を作る意味あるのって聞いてくる初心者がいたので、ちょっとそれについて話していこうかと思います。でまず始めたての人は61層の武器、このセンチュリオンソードってやつ、購入でもいいんで、これをね進化強化して、まあ、最大までやったやつがこうレベル60ってやつなんですけど、攻撃力が1081なんですよ。で試しにグシオンっていう初期インテグラル武器というやつですね、これを生産してみて、まあ進化してないんですけど、まあ強化だけして、まあレベル60になったと。でこれがアタックボーナス2つもついて、これ1059って書いてあるじゃないですか。これ61層武器の方が上なんですよ、こっちのアタックボーナス2つつけてるやつより。でまあこの時点でその初期インテグラル武器を作る意味がほぼほぼないんじゃないかっていう話なんですけど、まあ防御ボーナスとかついたらまあちょっと違うのかもしれないけどね。まあでもほんとビビたる差だから。で本題のそのノクスインテグラル武器を作る必要があるのかっていう話なんですけど、これさっき試しに、まあ、生産して、まあ、最大まで強化したやつで、まあ、これアタックボーナスついてなくて、まあ、ディフェンスボーナス40ついてるんですけど、アタックが1273なんですよ。で、まあ、ボーナスはランダムなんで、一応運要素が関係するんで、まあ、そこは考えないものとすると、まあ、基本性能的には、まあこのセンチュリオンソード、まあ、これは攻撃力1081あるんですけど、こっちは1273あると。だいたい攻撃力200ぐらい高いんですけど、まあ、これがどれくらい変わるかって話なんですけど、ほとんどの人はあんまり作っても変わんなかった。もうほとんどダメージ変わんなかったって言いますね。まあ、俺がその初めてノックス作った時もあれなんか大して変わんねえなみたいな感じだったんで、まあ、進化していくと違うのかもしれないけど、わざわざノックスで進化するぐらいだったら、まあ、ルクス作るよねみたいな、まあ、時間かかってもいいから、まあ、ルクス作るよねって感じですけど、まあ、このセンチュリオン1081からこのノックスに切り替えて、その1273に切り替えると、まあ、200ぐらい上がるって話をさっきしたんですけど、まあ、その200ぐらいっていうと、まあ、これそのアドバンストルッパーに攻撃力がまあ200ぐらい上がるやつを、まあ、指輪につけたくらいなんですけど、まあ、大体その指輪につける効果ってこういう丸ポチ、緑の丸ポチの効果しかつけられないっていう制限があって、そんな強くないんですけど、まあ、そのちょっとそんな強くないくらい、まあ、200上がるくらいかみたいな感じで、どうなんだろう、スキル編成上手い人でもやっぱ攻撃力200しか上がってないとなると、あんまりダメージ上昇分ちょっと上げてもどうなんだろう、まあ、変わるのかな。俺は作ったばっかの頃はさして変わんなかったと思うんですけど、まあ、今とはねスキル編成の知識とかね全然違うんですけど、まあ、そのノクス作るぐらいの人のそのスキル編成の知識でいくと、多分攻撃力200ぐらい上がったくらいじゃもう全然変わらないって思うと思うんですよね。全然作った意味ないじゃんみたいな、まあ、性能だけの話ですけどね。まあなんか見た目かっこいいって作る人もいるって、まあ、そういう人は、まあ、今回は関係ない話なんですけど、まあ、結局そのノックス作ったとしても、そのこのルクスを作るまでその前と変わらない火力のまま回り続けることになるんで、まあ、いくらノックス作るのが早くなったとはいえ、そのドロップ率が緩和されて上がったとはいえ、やっぱりそのそんなダメージ変わんないんだったら、その1回倒すのに時間かかってもいいから、まあ、いきなりルクス作るのがいいんじゃないかなって思いますね。40層47層50層のフロアボスを倒す周回ですねがいいんじゃないかなって思います。まあ、もうねさすがに初期インテはねこれを見るとねもう作る意味がないっていうのは歴然だと思うんですけど、まあ、ノックスもどうなんだろう、防御ボーナス3つついたら、まあ、直剣モッドだったらいいのかなって思うけど、まあ、他の武器だったらまず作る意味ないよねって感じはするんで、まあ、どっちにしてもその効率だけを求めるならば、もうセンチュリオンで
まあ、ルクス周回とかになるのかな。俺はまあ結構前その40層実装されたてとかもやっぱ初期インテでブラッケン倒してたんで、40層フラボスの、まあ、全然いいと思うんですよね。正直この攻撃力200変わるかどうかの差くらいだったら、もう あとはもう所持スキルによると思うんですよね。この武器の違いというよりは持ってるスキルによると思うんで、まだこの次元だとね、もう正直まあいいスキル使ってるかどうかとか、スキル編成の方がもっと大事、まあ正直上の階層行ってもスキル編成の方が大事なのは変わらないんですけど、まあそっちの差の方が圧倒的に大きいよって話ですね。まあこっちまで来るとね、まあ1965とかになるんで攻撃力が、まあこっち1487ですけど、まあなるんで、そうですね、ノックスはほぼ意味ないと思いますね。作っても強くなったっていう実感があんまり得られないと思います。まあ俺の感想ですよ、あくまで俺の感想で、ノックスとか段階的に作っていきたいとか、そういうね楽しみ方というか、そういう本当にただただ作りたいっていう人だったら全然いいと思いますけど、俺個人の感想としてはノックスはマジで作る意味ないなって、その性能的には意味ないって思いました。ご視聴ありがとうございました。